球とかさ、た今ボール当たりました。当たった。そうです。謝るよお前。あ、そうですよ。でもこれで謝りに行くとどうですか。当てられた後はな、謝れないよりは謝れられた方が、謝れられた方がまあいいけどね。そうですね、気分的にはね、はい、ただこの近畿の謝罪について、はい、今賛否両論が出てまして、はい、まあ、ピッチャーがね帽子を取って当てちゃったことに対してすいませんっていうのはまああることなんですけれども、相手の当ててしまった監督が当てられた側の監督に謝罪に行くべきなのかどうなのかっていうのが今ちょっと話題になってまして、まあ、これは岡田監督が発端なんですけれども、いや昔はね、はい、そのあんまり影響のないようなデッドボールだったら謝ることはなかったけども、はい、例えば頭とか、うん、非常になんか急所みたいなところに当たったとかすると、はい、やっぱ心配で出てってたよね、あの監督、他あの 両監督が、あ、両監督が、両監督が、であの当たったホーム上で、はい、すいませんでしたっていうことは何回かはあったよ。あ、そうなんですね。だからもその当たる箇所によっても違うよね。そうです。例えばさ、桃缶、うん、痛いよ、うん、痛いけど、うん、まあ、そんなところはもう、ね、ちょっとしょうがないなとか、うんうん、で頭とか、はい、まあ、脇が肋骨とか、うん、まあ、こういう急所に当てられた時っていうのはもんどるって倒れるわけじゃない、はい、で動かなかったりだとか、うん、その時はやっぱ心配で出て行って申し訳なかったと、うん、まあ、そういうことはあったけどね、うん、だからその時に一言言われることがあるよ、すいませんじゃねえよって、どうしてくれるんだよみたいなことはまあそうだね、あるけど、はい、あるけど急所によってはあったね昔はね、ただ今はね、もちろんその全部の全部デッドボールで謝りに行ってたらもうキリがないんですけど、まあ、頭部への危険球だったりやっぱり骨折とかそういうものに関しては監督が試合後にちょっと相手さんに言ってるんですか、まあ、試合後っていうのも変だけどな、うん、その後連絡を取り合うっていうのも、まあ、ちょっとただあの監督同士メンバー交換するじゃん次の日も、うん、まあ、3試合目の時はないわけだけどさ、はい、まあ、その時昨日すみませんでしたってそのぐらいは多分言ってると思うけどな、ああ、まあそっかそっか、うん、当てようと思って当てることはないしね、うん、だからまあ技術的な結果のある、まあ、ピッチャーもいるし、うん、たまたまそのバントの構えを急にされてボールが抜けちゃったっていうね、うん、前に出なきゃいけないから、まあ、そういう技術的なこともありながら、うん、まあ、でもやっぱり急所だな、そうです、あとはねクライマックスシリーズがあるから、うん、まあ、なかなか謝りにくいというかさ、まだ戦いがずっとあるから、はい、なくて阪神が優勝した後にデッドボール当てたって言ったらさ、セ・リーグを代表して日本シリーズに行ってもらうわけじゃない、はい、だ申し訳ないっていうことは人情的にはあるかもかな、うん、ね、そうですね、うん、だからクライマックスシリーズがあるから、まあ、謝らない謝るっていうことは多少なりとはあるかもなっては思うんだよね、うん、そうですね、でもまあ別にこれはルール化す、ね、ルールでは何も出てないんで気持ちの問題でっていうルールで謝られてもさ、いやいや正義が伝わらないというかさ、うんうん、だけどやっぱ球種の時はね、うん、でやっぱこう痛がり方を見てるとさ、うん、あ、これはちょっと大怪我させちゃったかなとか、まあ、そういうことでやっぱ心配でね、まあ、明日は我が身だから、そうです、じゃあ自分たちの主力がそういうような急所に当てられた時にどういうことなんだって腹立つよな、はい、やっぱり同じメンバーだと出てくるよね、うん、あの同じチームの人間だったら監督もね、はい、大丈夫かって、うん、その状況を知るためにね、はい、そしたらまあ相手からも出て行って、うん、ちょっと申し訳ないと、うん、いうぐらいのことはあってもいいのかなとは思うけどね、そうですね、うん、だからその時の瞬間的な処理が大事だとは思うよ、うん、そうですね、うん、やっぱその処理の仕方で全く変わってきちゃいますね、うん、だから後でさ知らないところであれしてても、うん、やっぱファンっていうのはさ謝ったのか謝らないのかっていう、まあ、謝ってもどうしようもないんだけどね、もう、うん、だけどやっぱそういう誠意というのは、うん、大事なのかなっていうふうに思うけどね、そうですよね、うん、でもピッチャーも決して当てるつもりはなかったというね、うん、はい、まあ、例に出して言うとエスコバーが、うん、まあ、島田に当てた時に、はい、なんか呆然と立ち尽くしてなんかね近くに寄って見てたけども本当に申し訳なさそうな、うん、大丈夫かなっていうような顔してるし、はい、だからそういう気持ちも分かってほしいなと思うけどね、そうですね、あとは今年言われたのがやっぱりそのデッドボールを数が
多い場合は何かペナルティとかあってもいいんじゃないかとか。ペナルティあるじゃない、頭に当たったら退場とか。もちろん退場っていうのがあるんですよ。頭に当たらない、うん、その致命傷を与えるようなデッドボールを、うん、すぐレントゲン取って、あ、骨折退場ですよ、みたいな。できないでしょ。例えば退場ではないけども、そのチームに対してちょっとデッドボールの数多いですよねっていうのを、例えばどっかか NPB が言うとか。いや、それはね、やっぱね、今のねバッティング技術でインサイド攻めないと打たれっぱなしだよ。まあそうですね、打たれるよ、確率的にはね、うん、まあ、それはね、それはあんまり考えたくないな。あ、そこまで制約する必要はないよ。例えば1試合の中であまりにも多かったら、ちょっと審判が、あ、それ警告試合するじゃん、うん、そうですね、だからまあそういうこともあるし、やっぱその瞬時の誠意というのは、うん、これは必要なのかなとは思うけどね、うんうん、でも今年本当にレッドボールが多かったりとか、レッドボールでちょっと長期離脱っていうのも目立ってなので、いや、もう毎年あるよ、誰かしら。あ、まあそうですね、誰かしらあるありますけどね、うん、まあ、だけどこのやってる以上は球も速くなってきてるし、うん、それは避けるに避けれないっていうボールもあるよ ね、まあ、そうですね。だからバッターも技術的に下手な避け方っていうことも、うん、人もいるよね、うんうん、だからそれはもうお互い様で、明日は我が身で、うん、だからやっぱりこう瞬時の誠意だよ、それが大事だっていうことだよね、うん、そうですね、うん、そらね、勝ったようなデッドボールでいちいち謝れないよ。もう本当そうですね。いや、それだったらもう避けろみたいな、うん、そんな感じだよ、腹の中ではね、はい、お前避けれるだろうと思ってるよ、うんうん、だけどやっぱこう避けられないボールもある、うん、まあ、そういう時にとんでもないボールを投げた時にはやっぱ謝罪をするとかね、そうですね、まあ、そういうのは俺は大事だとは思うけどね。ですよね、うん、ファンの方でもいろんな意見がやっぱりすごく、いや、それはあるよ、うん、それはね、面白いですけど、やっぱ我が子のように選手たちは可愛いわけだから、うん、その我が子がデッドボール当てられて黙ってる親なんて、まあ、いないですよね、まあ、普通は言わないけどね、うん、言わないけども、でも腹の中で、うんうん、あの腹立つことだって絶対あるよな、ね、なんちゅうボール投げてんだみたいな、うん、まあ、そういうこともあるし、そういう意味ではやっぱり瞬時の判断とかね、うん、まあ、そういうのはすごく大事な時代なのかなとは思うけどね。そうですよね、まあ、昔なんかピッチャーなんかさ、当てられたくなかったら、まあ、一番ラインの外側に立ってるみたいなすごい強気な、まあ、強気だよ、強気なピッチャーだから、いっぱい、そうです、いや、でも昔もものすごい危険球とかありましたもんね。あったな、うん、大体がここに投げてスライダーを使うと、まあ、いろいろあったよ、ましたよね、だから乱闘が多かった、多かったですしね、あの以前ゲストで来てくださったあの元巨人の村田さんも危険球ありましたもん、ね、あったな、あのフラフラって言って頭にカチャ当たって、はい、で立ち上がっていったらフラフラして倒れたっていう、はい、まあ、そういうこともあるし、うん、デッドボールあれしても怒らなくなったよね、選手が。今はそうですね、おとなしくなって、あれ怒ればいいんだけどね、怒れば次に行けないと思う。今怒る選手はあんまりいないですもんね、うん、やっぱどういうデッドボールかによっての判断というのは監督は大事なのかなと思うよね。そうですね、あとやっぱりね、優勝争いして当てられるとやっぱ腹立つよ。そうですよ、ね、1人戦力が減るとかね、うん、で優勝決まってるのに当てられるっていうのは、それはちょっと待てよみたいな、思いますね、とかね、うん、それは岡田監督が、うん、まあ、怒ったりとか、うん、謝るよっていうのは、うん、まあ、分からないではないよね。ですよね、うん、まあ、少なくとも来シーズン、まあ、今シーズンまだありますけど、阪神の選手にちょっとやっぱデッドボール行ったら、岡田監督には相手チームの監督をちょっと謝罪しとけば、いや、しとくべきだなっていう、ね、やっぱね、強いチーム、優秀なバッターってやっぱ厳しいところは攻められるよ、うん、これはね、宿命だからしょうがない、うん、ね、清原さんもすごかったですね、まあ、どれだけ当てられてるか、お前向かっていってましたもんね。いや、向かっていかないと、うん、やっぱおとなしくはできないよ。ですよね、衣笠さんだってどれだけ当てられてるか、確かに、まあ、避けるのが下手っていうのが一つあったんだけど、衣笠さんはですか、だけど、西本さんに肩甲骨当てられて骨折して、はい、次の日に、ね、代打で出てきて、試合出場があったし、はい、代打で出てきて、で1球目はファンのため、うん、2球目は誰かのため、3球目は西本のために、まあ、全力で振ったというね、
だから心配かけないようにって、はい、だからそういうモラルみたいな、うん、そういうものは昔はあったね。そうだったんですね、うん、だから当てられてても当てられた側が思いやりを持ったりとか、はい、だから当てた方は本当に申し訳ないっていう気持ちも伝えないけど、なんかそういう意思の疎通っていうのはあったような気がするな。そうなんですね、うん、当てっぱなしじゃない。そうですね、当てっぱなしではないってことですね。そうそう、当てっぱなしは良くないけど、うん、謝罪をするとか、まあ、しないとか、うん、でもそれは箇所によって考えた方が、まあ、いいのかなというふうには思う。そうですね、はい、ぜひ皆さんもコメント欄に、うん、荒れるかも長い豊か何言ってんだボケーってすごいデッドボールが飛んでくるかもしれない。いや、デッドボールも受けてやるよとかもう受けてますよね、受けてるよ、あざだらけ。もう何かにつけてね、文句言ってくるやつはもうチェックしてる、チェックしてる、チェックしてる。でも皆さんからのね、ぜひコメント欄での皆さんの意見も書いていただければなと、はい、思います。